荒川橋梁は埼玉県朝霞市場内巻を流れる荒川と荒川第一調節地に架かる東日本旅客鉄道武蔵野線の鉄道橋である荒川鉄橋とも呼ばれる左岸川の河川改修される前の鴨川が流れていた急流路より東側は埼玉市桜区大浅田島の区域に架かる荒川の川口から 33.6km の地点で 西浦和駅、北浅香駅の間を流れる荒川に架か,かる。東日本旅客鉄道が橋を管理している。総延長1292メートルの橋梁で、武蔵野線開業当時は、東海道新幹線の三島駅と静岡駅の間を流れる藤川に架か,かる、藤川橋梁の橋長1373メートルに、次ぐ長さで、関西国際空港連絡橋が完成するまでの間、 在来線としては最長の橋梁であった。現在でも河川にかかる橋梁としては、在来線では最長の橋梁である。JR 東日本の管内でも第一北、上川橋梁、カラス川橋梁に次ぎ、3番目に長い橋梁である。橋梁は、右岸川7景間が、橋町499.400メートル、島町70.000メートル、 福音8.500メートルの伏線下地、四季平高原、ワーレントラス橋で、トラス橋以外は一景間の長さが40.700メートル、島町40.0メートルの開け床四季上路、ボックスガーダー橋である。トラス橋、ボックスガーダー橋とも、キャットウォーク、および、橋梁の両側に、防風柵が設置されている。橋梁は1968年10月寄港した。 企業者は、日本鉄道建設公団で、橋梁の施行は、トラス橋を4景観を、横川橋梁製作所、3景観を、滝の上工業株式会社が行い、ボックスガーダー橋を汽車製造が行った。また、橋梁の仮設は横川橋梁製作所が、羽田し工法により行った。橋梁は総工費10億7688万5000円を、 かけて1970年6月竣工し、1973年4月に国鉄武蔵野線の開通に合わせて供用が開始された。1987年4月1日に橋用は国鉄分割民営化により東日本旅客鉄道に継承された。仮設当初は佐賀側から見て荒川を渡るやや手前で荒川の旧華道場を流れる鴨川を渡っていた。 荒川第一調節地の工事により桜総水門が設置されて現在の直線的に流れ橋の上流側で合流するように改修され鴨川を渡らなくなった2006年12月1日に荒川橋梁がある北朝霞西浦和間に強風警報システムが導入され2009年12月下流側に列車に作用する横風を低減する高さに メートルの有効後半性の暴風策が設置されるなどの強風対策が実施された。この暴風策は2010年8月に上流側にも設置され、強風対策が強化されている。河川敷は左岸側が広く、その広い河川敷を利用した都市公園などのレクリエーション施設のほか、荒川第一調節地や異常堤などの治水施設がある。東京寮のすぐ下流側は、 戸田市の地域が近い。ありがとうございます。